今回の動画は虹プロジェクトパート2第2話と、10月25日放送のデイデイの感想について語っていきたいと思います。虹プロジェクト応援している方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お茶会 TV ですね、今あの虹プロジェクトの方と、あと虹ププロデュース101ジャパンガールズの方を追っているんですけれども、なんかすごく対照的な2つのサバイバルオーディション番組だなと思っていて、もう二次プロジェクトは、まあ、投票も一切ないですし、もう人数ももうかなり絞られていて、なんて言うんだろう、こう結構もう密にやっていくオーディション番組っていう感じじゃないですか。一方で、まあ、日プはもう本当練習生もね、まあ、100人近く今いて、でもう情報量もすごい多くて、で完全投票制じゃないですか。そうだからすごくこうなんて言うんだろう、対照的で、まあ、その2つのねオーディション番組が今同時に並行でやってるっていうのはなんか面白いなと思っていて、それぞれの番組に魅力があって、はい、サバ番好きとしてはすごくすごく毎週楽しみに見させていただいてるんですけれども、どうなんだろう、どっちが先にデビューするのかな。ニジプロの方が先にデビューをするのかもしれないですね、放送も先ですし、うん、でもその2つのグループがこうどういう風にこうデビューメンバー決まって、でもしかしたら共演とかもあるかもしれないですよね。なんかそう考えるとちょっとこう面白いなと思って、はい、まあ、それぞれお茶会 TV の動画も視聴者さんが違うのかなとは思うんですよね。で、二次プロジェクトに関しては、チャンネル登録をまだしてない方が結構見てくださっていて、ということは、これまでお茶会 TV をご覧になったことがない方が結構見てくださっているのかなと思うので、まあ、それもすごくね、ありがたいなと思います。いつもこう、昔から見てくださってる皆さんも非常にありがたいんですけれども、今週はね、順位も出て盛り上がってきましたね。はい、ということで、まずはHuluの第2話の感想について話していきたいと思いますが、スタートはミラクくんからでしたね。ミラクくんマニアックですけれども、JY パークさんからもずっと前から指摘ありますけど、まあ、トレーナーさんからもやっぱパワフルさがないと、息切れもしてしまうっていうお話でしたね。はい、デイデイの感想の方でもお話しましたが、やっぱお家に電話してるミラクくんはめちゃくちゃ可愛かったですね。はい、私お姉さんよく見たらめちゃめちゃそっくりと思って、はい、美人なお姉さんでしたよね。ミータン可愛いですよね。はい、でまあパフォーマンスの評価は、フィーリングの転換の幅がこうなんかこううまく表現できていないっていうことでしたね。結構厳しい評価だったと思うんですけど、動きのギャップが小さいとか、まあつまりはなんていうんですかね、素人から言うと、まあ、メリハリがないっていうことなのかなと思ったりしましたが、まあミラクくんまだこうなんていうんですか、年齢的にも若い方じゃないですか。なんだろう、メリハリは筋力とかなんですかね、なんかこう素人の考えですけど、まだ幼いからその辺が難しいのかなと思ったり、どうなんでしょうね。でもすごく努力しないといけないというお話でしたね。結構こう厳しい評価だったかなと思います。まあ、JY パークさん結構ね、厳しい時ははっきりおっしゃいますもんね。でもまあどうだろう、ミラクくん頑張ってほしいですけどね。で続いてユーヒくんで、ユーヒくん私意外だったんですけど、結構こう明るいというかね、なんか癒し系なキャラクターじゃないですか。だけど悩んでしまうタイプだったんですね。まあその辺がこうHuluだと見えてきたかなと思うんですけど、まあマイナスに考えてしまったりとか、でそんな時にもうすごいですね、やっぱり相談するのがともやくん、ともやくんに相談して楽しむことを思い出したりとかっていうことがありましたが、ともやくんすごくないですか。いろんな人の相談に乗ってますよね。で、やっぱりパフォーマンスはゆうひくんってすごい笑顔が似合うというか、笑顔がいいじゃないですか。だから明るい雰囲気の方がやっぱ似合うなって思いましたね。はい、で JY パークさんもまあ自由に遊ぶ感じが出ていますという評価でした。はい、でなんか感情表現がガスセブンのメンバーのように見えるって言ってたじゃないですか。すごくないと思って。ねえ、歌声もすごいね、安定してましたよね。ゆうひくんキューブ獲得ということでしたね。はい、そしてショーンくん、なんかねショーンくん、JY パークさんも凛々しくなったって、雰囲気違ったって驚いてましたけど、めちゃくちゃビジュアルいいですよね。もう
これはショーンくんビジュアル枠だなと私確信しましたね。皆さんも思われたと思うんですが、まあ、ガステブンのハードキャリーということで、ハードキャリーも有名だからな、ね、やっぱ私もガステブン好きですけど、そのイメージが結構強いから、うん、その分難しいなと思ったりして見てましたが、ショーンくんもこうパワフルなダンスを表現できるかどうかという、ちょっとこう、なんていうんですかね、余裕のある、ダンスは得意だけど、こうパワフルなダンスはどうなるかっていうお話でしたが、なんかね、ステージ見た時に、やっぱりショーンくんってスター性ありますよね。うん、なんて言うんだろうな、なんかすごい人目を引く何かがあるなと思いましたね。きっとこう、アイドル性が高いって言ったらいいのかな、どうなんだろう。まあもちろんビジュアルも素晴らしいんですけど、なんか見ちゃうみたいな魅力がショーンくんってあるなと思いますね。ただ、J.Y. パークさんの評価は、まあ、スピードが足りないですと。あまりにもスピードが同じで、まあ、それ以外はね、完璧だったけどっていうお話でしたね。でも、すごい本当に驚きましたし、かっこよかったですっていう評価だったので、基本的には高評価かなと思いますが、まあ、やっぱりね、私的にはもうビジュアルがとにかく、ビジュアルの進化具合がショーンくんは、すごいなっていう。これからもっともっとかっこよくなりそうですよね。うん。で、キューブ獲得と。いうことでしたね。続いて壮大くん、まあ高音出そうとすると、まあ、感情表現が伴わなくなってしまうというちょっと壁にぶつかっていましたが、まあ本番でもそこのちょっと壁がなかなか乗り越えられなかったのかなっていう感じでしたね。こう結構厳しい評価でした。音楽のように聞こえませんでしたと、まあ、楽しんでないと結構ね、はっきりおっしゃいますよね。なんか期待してる分の厳しい評価なのかなっていう感じがしましたけれどね。まあ、大切に思うからこそ考える機会が必要ということで、ステージに立つ心構えを考えてほしいっていうことでしたね。なんか結構こう練習期間長い方、実力ある人はちょっと今壁にぶつかっているのかなみたいな感じ、後からねお話しする大学もそうなんですけど、なんかそういう時期があるんでしょうね。やっぱ壁にぶつかる時期が、特にこういう今までと環境変わって、でね、練習生じゃない方たちも入ってきて、でそういう方たちがこうぐんぐん伸びたりするわけじゃないですかね。そういう中で、練習生としてのプレッシャーとかそういうのもいろいろあるのかなと思ったりしますよね。はい。で、続いて、ソケンくん。ソケンくんもだいぶ落ち込んでましたけれども、先生と同じ動きができないとか、また再会になっちゃうんじゃないかとか。で、まあ、デイデイでもありましたが、やっぱね、ともやくんのね、励ますシーンはやっぱね、何回見ても名シーンですよね。まあ、ニジプロシーズン2の名シーンの一つかなと思うんですけれども、ともやくんすごいですね。はい。で、まあ、ソケンくんご家族とね、電話してましたけれども、ご家族、あれ韓国の方なんですかね。韓国語で喋ってましたよね。あ、そうだったんだと思って。はい。だからもしかしたら先生たちの韓国語とか、ソケンくんは分かってるんですね。はい。で、パフォーマンスは、まあ、デイデイの方でも見てますけれども、素晴らしいですね。なんか、ソケンくんって憑依型ですよね。だから、そういう素質を J.Y. パークさんはやっぱ見抜いて、ソケンくん合格させてるんですよね。きっとね。まあ、ビリの逆襲ですね、とおっしゃってましたが、まあ、荒っぽさが全然見えなくて、最下位だったの忘れてましたと。特にボーカルはもう最高レベルまでいけるっていう、めちゃくちゃ高評価でしたね。すごいですよね。なんか、J.Y. パークさんって、才能あったとしても、なんかこうそれをしっかり生かすような努力しないと、なんか結構評価厳しいっていうイメージが私あって、それはまあニジプロのシーズン1のなんかイメージなんですけど、だからソケンくんはもちろんこう才能というか、そういう光るものはもともとあるんでしょうけど、やっぱすごく努力をしたんでしょうね。やっぱそれが J.Y. パークさんに伝わったのかなっていう感じがしますね。ということで、デイデイの方は、エイジくん、セイタくん、まあ、タイガくん、トモヤくんのステージの放送がありましたが、まあ、フールでね、いろいろ細かく見れると思うので、ちょっとそこのステージのそれぞれの感想は、はい、フール版を見てからお伝えしたいなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとこう、タイガくんのね、厳しい評価があったかなっていうことと、まあ、やっぱりトモヤくんすごいなっていう。
感じでしたね。いやー、なんかタイガ君頑張ってほしいなとね思いながら見ておりましたが、はい。で、順位の発表がありましたね。未だに何名がデビューメンバーか発表してないじゃないですか。20ちゃんたちと同じだったら9人が、まあ、デビュー枠っていうことになりますけれども、どうなのかな、なんとなく私なんか7人ぐらいなのかなーっていう感じしますね。どうでしょう皆さん結構番組開始当初から7人ぐらいじゃないですかみたいな意見、ライブ配信とかで、はい、皆さんにとやり取りさせていただくときに結構出てくるんですけど、まあ、そうなると結構狭き門ですよね。はい。で、なんとゆうくんが1位、はい。で、ともやくん2位、で、3位そけんくんと、で、4位ゆうひくん、5位はるくん、6位ゆうきくん、7位えいじくん、8位しょんくん、9位せいたくん、10位そうだいくん、11位たいがくん、12位みらくくんという結果でしたね。はい。でも、まあ、J.Y.Park さんの評価を聞いていたら、まあ、確かにこういう順位になるのかなという感じですけれども、はい。ともやくんとゆうくんが、まあ、どちらもかなり高評価だったので、まあ、どちらが1位になるのかなっていう感じでしたが、ゆうくんでしたね。まあ、きっとなんか成長具合なのかな、ゆうくんの。まあ、ともやくんのパフォーマンスも素晴らしかったと思うんですけど、ゆうくんの驚きの方がなんか J.Y. パークさんは大きかったのかななんて思ったりしますが、まあ、やっぱ発表するときは富安ゆうですよね。呼び捨てなんだみたいな。富安くんとはあんま言わないということで、はい。なんかちょっとあるんでしょうね。まあ、ゆうくんとともやくんは、なんとなくもうかなりデビューの可能性高いのかなっていう感じはしますよね。まあ、特にともやくんはね、ずっと上位ですし、ゆうくんも可能性かなり高いんじゃないかなと思ってます。で、まあ、他のメンバーはまだまだちょっと、わからない部分もありますよね。なんか、エイジ君硬いのかなと思ってたら、今、ね、今回は7位ということで、まあ、すごく良いわけでもなく悪くもなくみたいな評価なのかなっていう気はしますよね。まあ、もちろんキューブ獲得してるので、まあ、良い方の評価ではあるとは思うんですけれども、まあ、もし7名とかだとかなりギリギリですからね。いや、7名だったらちょっと枠狭いですよね。なかなか入りきらない。まあ、9名キューブ獲得してますから、まあ、9名グループかもしれないですし、ね、そうだいくんとかたいがくんとかは実力あるけど、今ちょっとこう壁にぶつかってるっていう感じなので、お二人が壁乗り越えた時に、まあ、ガンと上がる可能性は、ありますよね。はい。で、まあ、はるくん5位か。そうか。はるくん、ゆうひくんあたりも結構ね、ずっとこう、順位的にはいいので、デビューの可能性はかなり高いかなとは思うんですが、いや、まだまだわからないですよね。グループになってこう、急にぐんと成長する方もいるじゃないですか。まあ、あくまでね、これはまだ個人の評価なので、あとグループ審査になった時にね、どうなっていくかっていうところですかね。はい。まあ、なんて言うんですか、投票がないから、もう J.Y. パークさんの意思次第っていう、サバ版なので、もう J.Y. パークさんの思考を読むしかないですよね。なんか、日プとかはね、投票がどうなるかとか、その世間の反応とかで、なんとなく予想ができたりしますけど、ね、ニジプロはもう J.Y. パークさんを読むしかないですからね。はい。ちょっとまあどうなっていくのか今後も楽しみですけれども、お茶会 TV 引き続き応援していきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。